里崎チャンネル。じゃ。こんにちは。さあ。はい。まあね、第1回2020年シーズンは負けましたけども、はい、2021年シーズン、うん、年俸上げ幅勝負、はい、第2回戦です。はい。第2回ですよ。いやー、ちょっと私見る目あるなって思いましたよ。まあまあね、それはもう負けたんでね、はい、何も言えね。村上選手とか平良投手とかね、うん、まあ、はい、あとですね、はい、うん、今年も勝負ですよ、はい、そうですね。だからまあルールはね、昨年と同様、うん、予算10億円以内、はい、そして、まあ、僕と赤間さんはね、うん、取る形式はポジション別のドラフト、はい、重なった場合じゃんけん、うん、ね、で外国人選手、日本人選手も含めて、うん、対談した場合はゼロになります。はい、アメリカに行っちゃったりとか。だとか、対談した場合はゼロ。ゼロ。うん、だから1億円でもいなくなったらゼロ計算です。はい、そこら辺も考えながら、はい、なりますけども。そうですね。いや、今回は勝ちたい。まあだからね、はい、前回が2600万差。うん。まあいい勝負でしたね。うん、でも大口行きたいですね。そうなんですよ。うん、やっぱドーンと上がる人がいないと。今回も、はい、じゃキャッチャーからします。いいですよ、はい、これね、見せないようにしないとね。そうですね、かぶっちゃうとあれなんで。いやー、負けれないですね。いや、私も連覇したいですよ、やっぱりねえ、はい、見る目ないんでねそんなこと言ってないですよそうですか、そんなこと言ってない。まあ、皆さんもね、同じ、はい、あのようにね、同じルールでやって、はい、で、1年後ね、うん、どうなってるか、はい、1年後しか勝負分かんないんでね、一緒に答え合わせをして、そうそうそう、はい、楽しみたいなっていうね、はい。まあ、じゃあそれではキャッチャーから。はい、じゃあいいですか、せーのでね。はい、せーの、森梅野。梅野です。梅野、はい、あ、いいとこ言いますね。いいですか、はい、あ、森選手いっちゃいますか、はい、森はね、はい、去年4000万下がってるんで、はい、元戻る可能性あるんですよ。ありますね、はい、はい、だからそのね、袴田さん去年ね、はい、森取って減りましたけども4000万どうしました、はい、梅野、はい、入れてました僕も。いや、梅野選手ね、今年 FA 権取ると思うんですよ、うん、でも多分阪神は出さないと思うんですよ、うんうんうん、だから年俸上げていくんじゃないかなと思って。あ、いいとこ行きますね、はい、僕もね、 DH で梅野入れてたんですよ。あ、そうなんですか、はい、すいません、行っちゃっていやそういうのがね、あるからね。で、私も梅野選手か森選手の2択でした、うんうん、だから梅野で、はい、でも1億1000万なんですよ、うん、で、森はね、1億6000万です。1億6000万ですね、はいはい。まあ、キャッチャーはやっぱり1億出しちゃいますよね。そうですね、はい、じゃあ続いてファーストです。いや、ちょっとね、ファーストめっちゃ悩んでるんですよ。どうしよう。何ですか。ファーストめっちゃ悩んでるんです。まだ決められてなくて、はい、どうしよう。決めました。はい、いっちゃうかな。いいですか。はい、せーの、村上。わー、私が去年取ったのに去年は去年ですって。くそ、村上。村上、もう1億いっちゃおうと思って。うん、いや、村上選手は1億5000万になる。いや、十分ありますよ。あります。タイトル取ってね、はい、いや、これは渡せないですよ。いやいや、村上はもうこっちはもう大事な戦力ですから。いや、うちも代理で第2回勝つためにはここを落とすわけにはいかないんですよ。じゃんけんしますか。うん、最初はグーね。はい、よし、最初はグー、じゃんけん、ほい。ザッキーチームへようこそ。うわー、いやー、これはでかいね。分かんないですよ、3年連続活躍するなんて分かんないですからね。あ、誰にしよう。はい、ファースト誰にしよう。今もう2人で迷ってるんですよ、うん、でかくいくか小さくいくかもすごい迷って、うんうんうん、後にとっと、まあ、大体ね、あの、はい、先発中継ぎ抑えで、あの、キャッチャーファーストで DH、はいはい、全部でだから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 ポジションあるんですよ、はい、だから平均8000万ですね。8000万で9億6000万になるんで、うん、そうですね。で、まあ2人の選手を1億円でも OK みたいなね、はい、感じですよね。まあ、佐藤さん去年5億1人取ってるぐらいですからね。そう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 、それでもだってね、上がってるんで。そうですね、うん、じゃあいきます、うん、山川選手。山川、はい、2年連続同じ鉄を踏まないぞと。はい、去年ちょっと落ちてるんで、うん、山川いくらですか。1億7000万。あ、もう結構高
結構いい買い持ちますね。はい、まあ、ここで早めに、いやでも同じぐらい値段ですよ。そうそうそう、はい、はい、まあ、やっぱここはいい選手いっとかないとだよ、うん、まあ、森と山川は今年はいけるやろっていうね、はい、そうです、2人ともそうです、うん、そうそうそう、続いて、はい、セカンドです。はぁ、迷う、私もこの2人で迷ってるんですよ。迷ってますか？迷ってます、迷ってます。じゃあこっちで行ってみようかな。よし、じゃあこっち、はい、大丈夫、いいですか、はい、せーの、吉川直樹。あ、吉川、吉川、もう1年連続でいきます。殿崎です。はい、殿崎去年1000万下がってるんで、はい、多分同じ鉄はこのね3人踏まないぞというところで、はい、まあ、3000万アップぐらいするんじゃないのかっていうね、戻してくるだろうと、はあはあ、殿崎です。はい、私吉川選手は休めじゃないですか、年俸吉川今3300万なんですよ、ね、はい、そう、殿崎選手はいくらですか？1億3000万です。おお、連続して1億取ってきますね、はいはい、1億3000万、はい、ちょっとその巨人北川選手でしたっけ、はい、いいね、北村ね、はい、はい、あ、北村選手か、うんうん、はい、出てきましたけど、いや、まだまだレギュラーで、うん、吉川選手、まあね、全然、うん、全然いくだろう、うんうん、はい、まあいいところですね。そうですね、はい、じゃ続いてサード、サード、はい、サードも決まってます。いいですか、はい、せーの、大山佐藤輝明、誰ですか？佐藤君です。ああ、はい、阪神の、阪神の佐藤君です。もう僕はもう大山です。大山選手、同じ阪神でも、はい、大山1億円です。はい、一気に1億5とかもあるんでね。はい、そうですね、1億前後がね、伸びしろ何気に高いんちゃうかっていう、ね、いや、そうなんですよね、うん、でも落ちるときは落ちますからね。そう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 、はい、佐藤君は、いや、今年はまあ、外野かもしれないです、サードかもしれない、分かんないですけど、うん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 、まあ、サードもね、はい、ありえるからね、ありますから、うん、いや、まあまあ上がるんじゃないかと、うんうん、1600ですからまだ、うんうん、そうだね、はい、それはまあいい買い物だね。はい、うん、じゃ続いてショートです。ショート、いや、佐藤さんここ来るんじゃないかなっていうのあるんですよね。あるんですか？はい、ほう、でもまだ被り1回ですからね。そうなんですよ、うん、村上のね。でもなんか応援したい気持ちの人もいるんですよ、うん、いいんじゃない、そういうのもね。そっちに行こうかなっていうのもあって、うん、まあ応援しようが何しようがね、勝負だから。そうなんですよねこっちの方が上がり幅大きい気がするんだけどな。あ、でもこっちで行こうかな。はい、いいですか、せーの、小深田。あー、やったりなほら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 、やっぱりそうきますよね、ジャッキーズ、はい、小深田はね、はい、3300万といい値段なんですよ。そうだから5とか行くね、きっちりアップを手にしようっていうね。はい、5とか6絶対ね、うん、行きそうですよね。そう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 、まあ模擬と競争っていうのもあるけどね。はい、はぁ、よし、決めた。最初はグー、じゃけ、ほい、イエーイ。なんでもう見えてんのよ。さっき俺がグーでね、チョキ出したから、もう一回同じやつ出すやろうと思って、俺はもう一回チョキ出す可能性あるけど、グーはないなと思って、アイコ OK でチョキ出したのね。なるほど。あざす、小深田、3300万円で、佐々木チームです。じゃあいいですよ、うん、私の隠し玉。誰ですか？オリックスの、紅林選手。あ、紅林選手。はい。はい、が、安めですね。720万。はい。いや、今年でも出てくるんじゃないかなと思って、うん、まあ、可能性はね、はい、ありますからね、はい、で、まあ、一軍にはいるだろうなっていう計算で、安全株というか、はい、安全株好きですもんね。前回も鈴木選手のね、はい、安全株で300万アップね。あ、そうそう、そういう感じ で、 そうです、ね、はい、720万でいきます。じゃ、これで内野、はい、終わりましたね。はい、いや、ここまでいい形ですね。まあ、じゃんけんも勝って、いや、じゃんけん勝ち続けて結果私が勝ったら恥ずかしいですからね。いや、そんなことないよ、だってお互いいいと思ってんだから。確かにそうですね、ハズレ1位が当たったみたいな感じですよね。そう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 、はい、じゃあ続いてレフトです。はい、まあ、これ外野欲しい人から言ってくって感じですよね、もうね、うん、はい、でもやっぱ守ってないとダメよ、そこそこはね。はい、うん、いい、はい、せーの、佐野。わあ、そうなるよな。またまた被るな。7000万なんですよね。いい、いい、もう1億円いくのよ。次1億なんですよ。いくのよ。リーチかけてんだよ。はい、これは落とせないんだよ。いや、これは渡せない、これは渡せない、佐野は渡せないよ。
あれやんないのこれ。もう見ない。もう見ない。うわ、なんかもう読まれてる気がしてすごい嫌だ。いいですか。はい。最初はグーじゃけほい。いくぞ。最初はグーじゃけほい。落ち着け。最初はグーじゃけほい。最初はグーじゃけほい。じゃあ俺あの上里で、はい、上里選手は、うん、上里はね、はい、あのいや佐野欲しかった、まあまあ、で今年ね梶谷にいなくなって、はい、上里がビッグチャンスだから、そうですね、うまくね掴んでほしいっていうところで、うん、5200万おー、あ、いいとこですね、うん、じゃあセンター何にしようかな、よし、決めた。決めた。はい。いくよ。せーの。近本。誰ですか。辰巳です。あ、辰巳。はい。近本です。近本、あ、また行きますか。あ、近本をね、7500万なんで。1億。1億。あ、盗塁を取って。はい。足にスランプないんでね。そうですね。7500万。うん、あ、確かにいいですね。だから3のと同じ感じよ。でもダメだったら下がりますからね。そうそうそう。はい、辰巳。もう2年越しの。2年越しのもう。今年はやってくれるだろうと、やってくれよと、はい、ということで2000万です、うん、もう一人でも袴田さんなんかあんま使ってないね。いや、そうなんですよね。4億円ちょっとしか使ってないよまだ。はい、あ、もっと使いますね。うん、まあ別に上がり幅だからね、別に無理に使わなくてもいいの、はい、いやでも意外と高い人取った方が上がりますもんね。そう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 、あ、どうしようどうしようどうしよう、迷うな。じゃあ、はい、決めました。いいですか。せーの、藤原。え、誰ですか。西川です。いや、広島の。広島の、はい、僕は藤原です。いや、私も藤原か西川でした迷いました。でもあんまり使ってないですねって言葉で西川にしました。藤原は1800万なんで、はい、これはもう今年レギュラーとしてガーンときて、はい、まあ2000万アップぐらいは勝ち取ってもらいたいなっていうね。はい、西川選手今年はもうがっつり活躍して、うん、8000万か9000万ぐらいにはなるんじゃないかなっていう予想、うんうん、怪我なければね、怪我なければいきますよね、はい、いけます、うん、今年が今6300万です、うん、DH にセリーグの選手持ってくるのもありですよね。そう、あるよ、ね、別に関係ないから、ね、はい、そういうのは DH は誰入れてもいいからね、はい、いわば野手全員当てはまる、当てはまるっていう、OK、はい、私も決めました、はいはい、DH、はい、せーの、太田大志。宮崎、いや、 DeNA、はい、これは日本ハムの太田大志です。太田大志1億3000万です。あ、太田大志1億いってるんですね、うん、1億3000万、はい、で宮崎選手が1億7000万です。あ、いいの。今年、うん、FA 取るかもしれないです。ああ、FA 絡み多いですね、はい、ちゃんと調べてきたんで、誰が FA 取るか、だから上がる可能性はありますよね、3割残してますし、うんうんうん、はい、太田大社はね、まあ、2000万ぐらいは確実に上がるんちゃうかっていうね。確実ですか。ここに本当はね、梅野持ってきたかったと。ああ、そうですね、うん、いただいちゃったんで、ちょっと、うん、そうですね。で、私がじゃあ今これで6億5920万だ、まあ、ピッチャーそんな被らないでしょ今年は。お買い得株そんなないですからね。そうですね、うん、どうしよう、ちょっと待って、5、6000、先発も決まってます。もう全員決まってる。俺は決まってる、うん、俺多分かぶらないと思う。あ、本当ですか、うん、じゃあ去年と一緒ではないと。いや、それは分かんないけど、私も先発ね、めっちゃ悩んでるんですよ、うん、3人ですごい悩んでるんですよ、うん、ここ行っちゃおうかな。いや、でももう一回勝ち迷う。いや、はい、いいですか、はい、じゃあ先発から、はい、せーの、山岡由伸。山本でもう一回いきます。ここで山岡です。山岡ですか。オリックスの。あ、同じオリックスで、はあ、山岡はね、ちなみにね、1億円です。はい、山本は1億5000万です。ちょっと、まあ、大瀬良もかあの迷ったんですよ、うん、でも山本で、はい、来年2億やろうと、はい、5000万アップで、はい、俺も山岡で去年ね、怪我でちょっと出遅れたんで、はい、まあ、1億5000万ぐらいいくんちゃうかっていうね。そうですね、うん、2億いきます。
まあまあいい線ですよね、はい、俺はもう予算上そんなに使えないんだよ、はい、1億5000万も今いくらいってます？うん、大体もうあともうちょっと、俺もほぼもうちょっとだ。あ、本当ですか。うん、私が今これで7億、今私もでもこれで8億だって、もう俺ほぼ使えないんだよ、ここまで。8億920万だ。8億9000万です。お、だからあと1億200万。1億200万。はい、じゃあ中継ぎ、はい、はい、いいですか。もう決めてます、はい、せーの、森脇。あ、平、もう平です。俺はもう西武の同じ森脇です。はい、3300万と。おお、これもうね6000万ぐらいになるんで。はい、森脇いいって言ってましたもんね。去年と一緒ですね。山本と平は一緒ですね、うん、でも1回上がったらもう1回上がるんで。そうなの。はい、多分。いや、これヤクルトの長谷川博己投手もちょっと迷いました。ああ、ヤクルトね。はい、うん、でもお金余ってるんで、うんうん、高い方にしました、うん、4200万。はい、さあ抑えです。抑え、もう決まってます。決まってますか。はい、せーの、ライデル・マルチネス。おー、外国人いました。はい、ライデル・マルチネスが、はい、まあ、6000万なんですよ、はい、で今年で数年契約、今年までなんですよ。はい、だからもし、うん、来年残留した場合、奥越えは絶対なんで。でも帰っちゃうかもしれない。そうそう、だからそこはギャンブルよ。ギャンブルですね、はい、でも、あの残留した場合はもう奥越えは 100% なんだよ。はい、だからこれ、それにかけて、はい、去年の山田選手方式みたいな。そう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 、はい、私は中川幸太投手です。ジャイアンツ、ジャイアンツの、うん、が7500万、うん、1億だ次は。で俺はそれでちょうどなんだから9億9100万円。俺、お、結構使いましたね。そう、ギリギリ9億2620万。これです、今年は勝負です。はい、だからもう この中の一番大勝負はライデル・マルチネスが来年も日本に、うん、中日じゃなくてもいいから来年日本に残留して、うん、やっぱ億超え。そうですね、これで下手したらプラス1億もありえる。はい、ライデルさんは1人で。俺ライデルさんの複数年だけ見てたもん6000万安いなと思って、あ、複数年だろうと思って、はい、今年で切れる。ああ、そうなんだ、なるほどな、来ますね。だから FA 絡みでしょ。俺はもう契約切れ絡みだから、はい、私はもう梅野選手と宮崎選手の FA かかってるんで、うん、はい、でこれでね、うん、どうなるかっすね。はい、まあ答えは分かんないんでね、うん、1年後にならないと。そうなんですよ、1年、まあ、ね、だからあのこの番組はですね、はい、タイトル答えは1年後っていうねでもこれ見て、あ、どっちの方が良さそうなんじゃないっていう予想もあるかもしれない。あとは自分のやつを決めてほしいですね、はい、自分で決めて予算1億円 で1年後どうなってるかを、はい、まあ俺と袴田さんとね、うん、勝負してどっちが勝ってるかをね、はい、一緒にやってほしいですね。そうですね、あ、はい、お友達同士でねリモートでこれやり合って、うん、もうできるですね。そうそうそう、楽しいですよこれは、うん、好きなの取ったらね、うん、またこの2人でやるの難しさもあるからね。そうなんですよ、はい、3人とかでやったらまた面白い、ね、いや、もっと難しいですね、うん、さあということで、はい、答えは1年後です。